とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はダウンロードコンテンツ第3弾で、新しく追加されたクエスト、行ってみたいと思います。これだね。ごく、水に流れぬ恐怖の螺旋。この螺旋って言うと、あれだよね。うんちみたいなやつだね。あれの色違いが来てます。で、かなり強いので、行くときには要注意で行ってください。チケットを2つ使うから2枚ね。それが無駄になってしまうので注意していきましょう。行くよ！今回、クエスト結構増えたね。10個以上増えたと思うんだけども、全部、今までとは、ちょっと違うって思ってた方がいいです。とにかく強い。まず、動きが早い。動きが。こいつの、色違いいるじゃない？ビッグベーンとか、あと、白いやつとか、いろいろいたと思うけども、そいつらが、HP 半分ぐらいでさ、本気になってくるでしょ？グレーとかして。その状態が、こいつらの普通だと思ってください。それぐらい動きが速い。し、破壊力もある。から注意してね。で、さらに、こいつらは、HP 半分以下になると、グレート化してさらに速くなってくるので、要注意です。本当に舐めてかかると、やられちゃうので。注意だね。こいつは特にね、しびれ属性なのよ。しびれちゃうので、ある程度対策の仕様も別にないんだけどね。まあ、食べ物で補うとか、そういう風にしていったらいいんじゃないかな。とにかく今までのやり方でいっちゃうと、ちょっと痛い目を見るかもしれない。それぐらい強い。多分ボスのこいつらのレベルが800台だもんね。なんである程度レベルがないときついかな。いや、まあ勝てるには勝てると思うよ。しっかりと攻撃をメインで行くんじゃなくって、回避メインで立ち回っていくといいです。今回のボスは全部ね、基本回避メインでいきましょう。そうしないとね、攻撃ばっかりに気を取られてダメージがっつりもらうから。なので注意していこう。じゃあ、まあ攻撃方法としては前と大して変わってない。若干違うぐらい。今回出たやつね、ちょっと2つぐらい、新しいモーションが増える感じだから。それ以外はね、今まで通りです。あ、来た来た来た！こっからがね、きつい。こっからがきつい。かなり、攻撃速度も速いし、ダメージもかなりもらうんで、おい！要注意。あ、いった！普通に2000当たり前、2、3000当たり前ダメージ。来るよ。よっしゃ。で、おすすめはさ、まず、危ねえ。おぉ。危ねえよ。OK。夢見る少年？少女。あれで、行くといいと思う。とにかく、回復がね、すごく必要になると思うんで、これを装備してジョブをね、行くといいです。そうすると結構回復が欲しい時に回復できるんで、いい感じだよ。ああもうチャンスがなかなか取れないしね、難しい。よし、あ、今もうグレートカが、グレートカが切れたんだけども、すぐに
またグレート化した。いけ、あぶねえ、うわあとんでもねえダメージだ。生き返ろう。嘘、やばい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 、あぶねえ、ちょっと待って、やばい、おっとこれはまずいぞ。嘘、カス当たりしてた、あぶねえ、オッケー、なかなかチャンス取れないんだけども、おっしゃ取れた、うまいこと周りも援護してくれていけた。はい、倒しました、ヘドロスです。まあとにかく注意して戦うようにしてください。ほんと強い、あ、なんか出てるぞ、これは氷塊ゼロストームだ。しかもこれはレベル高いんじゃない？まあ、今回の新しいボスたちが何を出すかっていうのがまだ分かっちゃいないね。で、報酬が美味しい。少し前までのマゼラタイタンを倒すよりも断然美味しいから。普通に倒した時でも、2、3万経験値がもらえて、で、クリア報酬で5万、で、超経験値ボールが5個。で、ガシャコイン6個。最高だね。超いいねまでもらえて、いい感じです。超いいねはね、かなり必要。めちゃくちゃ必要になるんで。周回は、まあ、必須でしょう。で、あいつが、今のボスが出したメダル、レベルを見てみようか。メダルのレベルで、だいたいボスのレベルがわかるからね。氷塊ゼロストームが出てたね。入手順、816。高いね。816か。かなり、使えるやつだと思います。はい。まあでも、ほんと強いんで、まあマルチで行くとかするといいと思います。マルチで行って、まあ4人で、囲んで猫スカドライブとかね、そうすると気持ちよくザーッと減らしていくこともできると思うんで、はい、まあやってみてください。ではまた他の動画も出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。